ウクライナ保安局 SBU 関係者からの情報として2023年9月14日、2014年からロシアによって一方的に併合されているクリミア半島のエフパトリア近郊において、配備されていたロシア軍の防空システムに対して、ドローンと巡航ミサイルに要攻撃を実施して、展開していたロシアの防空システムを破壊したことが明らかなったよ。それによると SBU の軍事防庁部門とウクライナ海軍による合同の特別作戦として、最初にドローンによって対空レーダーやアンテナを破壊した後に、地対艦巡航ミサイルネプチューン2発を発射してロシア陸軍の地対空防空ミサイルシステム S-400 トライアンフを破壊したというぜ。さて今回はウクライナ軍のクリミア半島への攻撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に対してロシア国防省は、防空システムへの被害については触れずに14日にウクライナの、ドローン11機がクリミア半島に飛来したけど、11機すべてを撃墜したと発表したほか、クリミア半島の南西にあってロシア海軍黒海艦隊司令部があるセバストポリ海軍基地にウクライナ軍の小型水上ドローンによる攻撃があり、航行していたパトロール艇に5隻が突入してきたが、その全てを撃退したとしているよ。その一方で、ウクライナ軍は黒海上で水上ドローンを用いた攻撃によって、ロシア海軍のワシリー・ブイコフ旧哨戒艦2隻を攻撃し、ある程度の損傷を与えたと発表したんだ。いずれにしても14日にウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃があったことは間違いないとみられ、ロシア国防省はその被害については全く明らかにしていないものの、クリミアの行政当局からの情報によるとクリミア半島の東端とロシア本土のグラスノダール地方との間のケルチ海峡にかかる、クリミア大橋が14日に通行止めになっているとされ、同大橋に対して何らかの攻撃があった可能性が示唆されているな。また、クリミア半島のセバストポリでは13日もドローンと巡航ミサイルによる攻撃があり、ウクライナ軍が発射したストームシャドウ SCALPEG と見られる巡航ミサイル10発が、セバストポリ港にあるオルジョニキーゼ艦船修理工場に飛来し、7発はロシア軍の防空システムによって撃墜されたものの、3発が工場内で修理中だった黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦ロストフナドヌートバルト艦隊所属の、ロプーチャ級揚陸艦ミンスクに損傷を与え、揚陸艦ミンスクはほぼ大破したとされ、潜水艦ロストフナドヌーの損傷状況は不明ながら、精密構造の潜水艦においては軽微な損傷を受けたとしても行動不能に陥る可能性があり、ロシア海軍の被った損害は大きいとされているぜ。また13日には、セバストポリ近海で航行中の黒海艦隊の艦船に対しウクライナが、水上ドローン3隻で攻撃を仕掛けたことも明らかにされていて、ロシア国防省はセバストリ港に配置されていた防空部隊が巡航ミサイル7発を迎撃し、海上においてはパトロール艇が全ての水上ドローンを破壊したと主張したな。ロシアがウクライナとの穀物輸出合意から一方的に脱退したことで、黒海上の制海権をほぼ握っているロシア海軍黒海艦隊では、黒海上でウクライナの港湾に出入りしようとする貨物船などに警告射撃などを行っているよ。そのためこのところ増えているロシア軍艦艇に対するウクライナ軍の攻撃には、自国に艦隊地巡航ミサイル攻撃を続けるロシアの海軍力を低下させる狙いや、ウクライナ産の穀物を輸出できるよう海上輸送の安全を高める狙いがあると見られるんだ。この黒海西部における海上輸送の安全確保はウクライナにとっては戦費の確保などで重要であり、ウクライナの穀物を必要としているアフリカやアラブなどの国々にとっても死活問題であり、ロシアへの不満が日に日に高まっている中、国連が全く当てにならない現状においては、ウクライナは自力でオデーサやムイコラーユなど黒海に面した港湾や、ドナウ川航路の港湾とトルコのボスポラス海峡までの航路の安全を確保しなければならないよ。しかしながらウクライナ海軍は稼働可能な大型艦艇などをほとんど保有していないため、海上戦力では黒海艦隊に太刀打ちできないのが現状であることから、セバストポリへの艦艇や基地施設に対してドローンやミサイルによって攻撃を実施して、黒海艦隊の戦力を削いでおかなければならないな。
そのために2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略を開始してから1年半に及ぶウクライナ戦争において、ウクライナ軍は黒海の制海権確保のためにこれまでも果敢に航空水上ドローンやミサイル攻撃を仕掛け、クリミア半島のセバストポリを拠点とするロシア海軍の黒海艦隊に何度も屈辱を与えてきたぜ。その屈辱のうち最たるものは開戦初期の4月13日に、セバストポリの沖合において黒海艦隊の旗艦だったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを、地対艦巡航ミサイルネプチューンの攻撃で葬り去ったことだろうね。さらにその後、黒海艦隊の旗艦となった最新鋭のフリゲート艦アドミラルマカロフにも昨年10月に、水上ドローンなどによる攻撃を加えて沈没寸前に大破させたよ。先月初めには、クリミア半島の東にあってロシア本土の黒海沿岸に位置する、主要拠点のノボロシスクに停泊中のロプーチャ級揚陸艦オレネゴルスキーゴルニャクを水上ドローンで攻撃し、その直後にはクリミア半島とロシア本土のグラスダール地方の間にあるケルチ海峡において、ロシア船籍の石油タンカーシグに攻撃を加え、これらの揚陸艦もタンカーも深刻な損傷を受けて修理のため、ドック入りしているみたい。オランダにあって、公開情報を分析して戦闘における損害を報告するサイトオーリクスによれば、侵略戦争開戦以降では黒海艦隊において16隻の艦船が攻撃を受け、そのうち10隻は沈没しており、沈没した艦船はミサイル巡洋艦モスクワ、揚陸艦ミンスク、サラトフにセルナ級揚陸艇などで、損傷を受けたのは潜水艦ロストフなどヌー、揚陸艦オレネゴルスキーゴルニャク、ナティア級掃海艇などがあるよ。このためウクライナ軍による艦船攻撃が相次いで成功しているため、黒海艦隊の艦船がウクライナ南部沿岸に接近できなくなっているんだ。そして、黒海艦隊は重要な海軍資産をセバストポリから比較的安全とされている黒海の東側にある、ノボロシスク軍港に退避させたと伝えられているのであるが、艦船の修理や整備に必要な乾ドックなどの施設は簡単に移動させることができず、それらを実施するにはセバストポリを利用するしかないぜ。また、クリミア半島の北西沖にはボイコタワーと呼ばれている石油ガス掘削施設が多数あり、ウクライナ国防省情報総局によると、これらのボイコタワーは2014年にロシアがクリミア半島を併合して以来、ロシアが実効支配し続けていて、ロシア軍はこれらボイコタワーに防空レーダーを配備し、軍用ヘリコプターの発着に使用していたとされ、イギリス国防省などもボイコタワーついて言及していて、タワーが部隊の展開拠点やヘリパッド、長距離ミサイルシステムの設置場所として機能しうると述べていたな。ウクライナ国防情報総局は11日、同局に所属する特殊部隊がウクライナ海軍の協力で黒海上のボイコタワーを奪取する作戦を実施して奪還し、ヘリ搭載用の無誘導航空機ミサイル UAM や、黒海上を航行する船舶を追跡可能なレーダーなどを奪取したことを明らかにした上で、ゴムボートに乗った国防情報総局の特殊部隊がタワーに乗り移って占拠する動きを撮影した動画や画像を公開したよ。また特殊部隊に対してはロシアのスホイ30戦闘機が攻撃を加えようとする場面があったものの、特殊部隊が所持していた対空ミサイルなどによって攻撃を受けて撃退されたというんだ。ここに来てウクライナ軍は強力な艦隊を持たないまま黒海西側の海域の制海権を確保しつつあり、当初は無理とされてきたウクライナ軍によるクリミア半島奪還の可能性が少しずつ高まっているとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。